ちょっと本当に判決文を見てみないとよくわからんということです。ただ事実として一部分こちらの主張が認められて、3万3000円ってます。ちょっといまいち限りで言うと、まあ、一部こちらの主張が認められたのは事実なので完全な負けというわけではないんですけども、すいません、お待たせしまして、ようやく本式の会見という、最初ね、主文を読み上げたので、まあ、その時はちょっとガッツポーズが出てですねただまあ、それだけで終わるんかなと思ったら、用紙を、まあ、説明しますみたいな話で、まあ、ゴミがどのぐらいの量やったかともかくとして、ある程度のゴミはあったんでしょうみたいな話まで出てきてですね、はぁっていうことで、何言うてんのこのおっさんみたいな感じでですね、途中の判決文の中である程度こちらの主張を認めてくれてるんだけど、最後の結論の部分で退けられるってなことはひょっとしたらあるんかもしれへんなとかいうふうに漠然と思ってたんです。なのでこういう形で、それと全く逆にですね、こちらの主張がほとんど認められずに、だけれども一部分結論のところで、一部分認められて、その何がしか のお金払いなさいっていうような何がしか賠償しなさいっていうような判決っていうのは、ちょっともう全然予想してなかったというか、